アルプホルンの演奏アルプホルン、またはアルペンホルンは金管楽器の一種で木製円錐管にカップ状のマウスピースをつけて演奏する。スイスなどの産地の住民によって用いられる。管は天然の木をくり抜いて作る。円錐管になっており管の大部分はまっすぐだがよく知られた例では先端が曲がってラッパ状に開口している。以前は 楽器の形状に合うように曲がった木を用いたが、現在では分割して製作する。硬い木を用いてマウスピースを作り、これを取り付けると完成である。アルプホルンは、快感楽器の一つである。バルブ機構も、スライド機構も、渡航もないので、自然倍音列しか出せない。長さに比べ細い管を用いるので、倍音を出すのは容易である。シュビーツ州の理義産で作られたアルプホルンは、 約2.4メートルでまっすぐな管を持っている。有名なランデバシュは、スイスの伝統的なアルプホルン用の旋律である。乳牛を連れて高地に行き、チーズを作る時を歌ったものである。ロッシーにはこの旋律を、オペラ、ウィリアムテルに用いた。ブラームスの第一公共曲最終楽章の最初に、流れる旋律も、スイスのリギサ山地域で耳にしたアルプホルンの影響を、 受けているのが明らかである。スイスのアルプホルンの形状には、地域差がある。よく見るスタイル、ベルの直前で曲がる、は、ベルナーをオーバーラントのものである。ミヒャイル・プレトリウスは、ホロザーニー・トラメットの名で、アルプホルンに言及している。静岡県の藤枝純新中学校、高等学校には日本で唯一、アルプホルン部がある。地域行事やテレビ、ラジオへの出演依頼も多い。 ありがとうございます。